ときまちセカンドです。今日はね、韓国のチョコパイなんですけど、これオリオンのチョコパイでアンクリームのバージョンが出てたんで買ってきました。12個入り、結構大きい箱のサイズなんですけどね、いつものチョコパイに中あんことクリームが入ってるそうです。ちょっとね、これを食べてみたいと思います。なんかここにね、もちっとした食感って書かれてるから、なんだろう、餅は入ってないと思うんですけど、あんこのペーストと、生クリームって書いてある。いつものジョンのチョコパイですね。はい、こんな感じの袋に入ってます。こんなちっちゃめだったっけ。あれ、こんなちっちゃかったかな。このサイズだったっけ。色はいつものチョコパイ。うん、匂いもちょっと切ってみよう。すごい、あんこ入ってる。しかもこれクリームっていうかマシュマロ、マシュマロ入りだったっけ。真ん中の茶色いのあんこです。食べてみます。いただきます。あ、ちょっとシュワッとしてマシュマロだな。あ、これがもちもち食感か。うん、あんこね、合う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 。でも生クリームか、これ。マシュマロが生クリームってこと。うん、あのね、いつものジョーのチョコパイ、ジョンのチョコパイより美味しいというか、私は好き。小豆入り、これ結構美味しいよ。私好きです、いつものより。ただこれ生クリームの要素は、あんこは感じられる。うん、マシュマロはある。あのね、マシュマロとあんこ、クリームがちょっとわからないけど、うん、でもね、美味しい。っていうか、いつものよりずっと美味しい気がする、私は。まあ好みだろうな。私いつも言ってるんですけど、チョコパイはジョーよりもね、モンシェルとかの方が好きで、でもこれはね、なかなか、ちょっとね、あんこにね、塩気も加わってるのかな、なんか美味しいです、これ。まあ、多分ね、期間限定商品だと思うんで、まあ気になる方は早めに購入した方がいいかもです。以上、韓国の、あんこ生クリーム入りチョコパイでした。